みすずちゃんはなんで怒ってるの？昨日私が女子っぽい付き合いをしたいって言った後あんな感じになったような。私かもしれない。ごめんなさい。私ね、嬉しくなるといつも失敗しちゃうの。一番悪いのはあの子を困らせて気を引こうとしてる誰かさんだもの。ごめんなさい、嫌な思いをさせたわね。私が個人的に気に食わないことがあってあなたに当たってしまったの。そうか、なんかあったのか？昨日あなたが従っていたスキンシップ、少しなら付き合ってあげてもいいわよ。私ら親友じゃねえか。思いのほか不愉快だわ。そういえばなんであなた純一郎に抱きついたりしないの？あっちはあなたを意識せずに無駄にベタベタとくっついてくるんだから、あなたから抱きついたって全く問題ないじゃない。すんなよ。はぁ、俺からはいいんだ、お前からはなんかダメだ、分かったか？みすずちゃんの一番になりたいの。うん、友達のだよ。分かってるわよ。